こんにちは、まゆできです。最近購入したパンツを使ってコーディネートをしてみました。おへそよりちょっと下のミッドライズ仕様のバギーデニムになります。テンセルコンの素材が残暑の初秋の今の気候に活躍してくれます。色は今年トレンドのブラウンカラーで、気分だけでも秋を感じさせてくれます。コーディネートをした時に気になるのが丈問題ですよね。今回は簡単な裾上げ方法を紹介したいと思います。着用した状態で好みの丈にまくって裾上げの位置を決めます。待ち針で仮止めしておくとずれる心配もありません。裾上げする長さを測ったら裏に返します。今回使うのは物差しと安全ピンの2つ。先ほど測った長さのところまで裾を上げます。長さが合ってるか確認します。端と端のちょうど真ん中のところを安全ピンを使って固定していきます。刺す方向は上にまっすぐに、裾から見ても垂直になるように意識します。針先はちょうど針先の手前1センチくらいのところを刺します。この位置に留めると安全ピンが下に下がった時に裾上げの長さがずれる心配がありません。動かないか確認して最後にもう一度長さが合ってるか確認したら、これで裾上げは完了です。もう片方も同じ要領で行っていきます。ポイントとしては、表に見える針があまり見えないように生地をすくうように気持ち少しだけ取るようにしてください。針先に注意しながら行ってくださいね。あれ、左右に差が出てしまった時は、上がってしまっている方の裾を1センチほど下げて再度同じ要領で行ってみてください。足の長さに左右差がある場合は、この方法で少しずつ合わせていただけたらと思います。今回後ろ1箇所だけ留める理由は、バギーの裾のデザインを生かすためです。全てを上げてしまうとすぼまった印象になってしまうため、後ろだけ裾を上げることで正面から見た時のシルエットを生かすことができます。あまりにもデザインが気に入ってしまったため、色違いで購入させていただきました。今度はヒールのある裾に合わせて裾上げをしていきます。今回は着用した状態からなので、ちょっと分かりづらいかもしれません。安全ピンを裏側から裾のところと3センチほど上の位置のところに針を刺して固定します。なるべく表から針が見えないようにすくうように針を刺します。もう片方も同じ要領で行っていきます。安全ピンで留めているので簡単に調整し直すことができます。裏面から見るとこんな感じになっています。安全ピンがずれないようにピンの端と端に生地を刺して固定します。いかがでしょうか。参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。